雷のせいでも熱波のせいでも動物や鳥のせいでも原因が何のせいであれ、突然ドカンとやってくる停電、あたりは暗くなってしまいますよね。さあどうする？実はこのような時、やってしまうとかえって状況を悪化させる行為があるんです。 1. ブレーカーには手を触れない。もちろん自分の家のブレーカーが落ちたせいかどうかを確かめる必要はあります。パネルに損傷があるかどうかを確認しても手を触れてはいけません。問題がブレーカーにない場合、家へつながる送電線も目でチェックします。切れて地面に落ちていたり、明らかに損傷がある場合は近づかず電力会社に連絡をしましょう。また近隣の住民にも連絡し、電気が通っているかどうか確認できるとベターです。通り一帯が暗くなっている場合は聞くまでもないでしょうが。 2. 家電はコンセントを抜く。電子レンジやパソコン、洗濯機、その他の家電はコンセントを抜いておくと安心です。電気が復旧した時の急な負荷による故障を防ぐことができます。そもそも停電が起こりそうな嵐が近づいている時は、あらかじめコンセントを抜くのが望ましいと言われています。しかし照明は一つつけたままにしておきましょう。そうすれば停電の瞬間、復旧の瞬間を目で確認することができるようになります。 3. 冷蔵庫を開けてはいけない。閉じている間、冷蔵庫の中には冷気が溜まっており、これが食べ物の劣化を防ぎます。ですから必要最低限の開閉で済ませるようにしましょう。閉じられた冷蔵庫は庫内の温度を4時間保てると言われています。冷凍庫の場合、2日間は食料を保存し続けることができます。ただし冷凍庫が空に近ければ近いほど、この期間は短くなります。ペットボトル入りの水を冷凍庫に入れておくことで、停電時の保冷剤の役割を期待することができます。冷凍庫の保存期間を延ばしつつ、水道が止まった際に飲料水として利用することも可能になります。 4. ろうそくを使ってはいけない。ろうそくはつけても正直仕方ありません。得られる照明はごくわずかです。それ以上に火災のリスクが高いと言わざるを得ないでしょう。ろうそくを灯すと危険なのが、特にお子さん連れ、ペット連れのご家庭、誤ってろうそくを倒してしまう危険があります。数本懐中電灯を家に置いておくことが望ましいでしょう。もちろん乾電池の状況など常日頃からチェックしておく必要があります。 5. 一酸化炭素探知機を忘れないように。寒い季節に停電になると暖を取る必要が出てきます。暖炉に火をつけたり、ガスヒーターを使用することになるでしょう。しかし物が燃えると必ず発生するのが一酸化炭素。この無色無臭のガスによる中毒を防ぐために、探知機はバッテリー式のものを用意するようにしてください。 6. 車のガスタンクは空にしない。天候が悪い間、緊急避難のために家を離れる必要がいつ訪れるかは分かりません。また唯一暖が取れる場所となる可能性もあります。あたり一帯の電気が消えた場合、ガソリンスタンドの機能も停止しているはずです。ポンプには電力が必要ですからね。ですから悪天候前にはガソリンを補給しておくと安心です。 7. セキュリティゲートをお忘れなく。オートロックなどのセキュリティゲートも電気で動いていることをお忘れなく。ですからボタンを押しても開かなくなってしまいます。かたや多くの人はマニュアルで開く方法を知らないようです。セキュリティオフィスへ連絡を取り、方法を聞いてください。外出などが簡単になることでしょう。 8. 携帯のバッテリーに気を配れ。ゲームをしたり音楽をしたり SNS をチェックしたり、停電中の暇つぶしにはもってこいですね。でもアプリは切って、画面の明るさもできるだけ落としてバッテリーをセーブした方がいいですよ。携帯の充電方法が他にないときは、緊急電話をかける唯一の望みが消えかねません。ネットサーフィンの欲求が収まらないときは手動チャージャーなどをご用意くださいね。9.
シャワーは短く。タンク式のボイラーがあるお宅はラッキー。停電中でもしっかりお風呂に入ることができます。ただ温水が溜められているとはいえ、その温度は下がり続けます。シャワーはできるだけ短く済ませるに越したことはないでしょう。ただし嵐によって停電がもたらされている場合は、落雷による感電を防ぐためにシャワーを浴びない方が良い場合もあります。さすがにそれはショッキングですからね。10、交通ルールは無視してはいけない。運転中に交通信号が停電によってつかなくなった場合、ルールを無視して街を爆走して良いということにはなりません。壊れた交通信号は全てが赤だと考えるべきとする人もいます。しかし実際は徐行を示すとされており、同時に交差点に進入した場合、右の車が譲るべきと考えられています。11、現金を忘れてはいけない。近隣地域が停電しているとクレジットカードは役に立ちません。ですからご自宅に現金を持っておくことは重要だったりします。様々な物資が必要だったりするわけで、現金でしか購入ができません。また緊急避難の際に持ち出せるというメリットもあります。12、配管を冷やしすぎてはいけない。寒い地域の冬、ヒーティングが停止すると凍結による配管の破裂が発生します。新しい配管は対策が取られているため比較的安心ですが、古い家屋の配管は特に屋外の場合注意が必要です。古い毛布やタオルでくるむなどの対策を取りましょう。台所やトイレの水は凍結を防ぐために常に流しっぱなしにします。13、水たまりに近づいてはいけない。停電が起こりやすいのは嵐の最中。裏庭や家の近くにいきなり池ができていたりします。このような水たまりには近づいてはいけません。倒れた木の幹や切れた電線が隠れている場合があります。専門家によるメンテナンスが終了するまでは屋内にいることが望ましいでしょう。14、インドアでバーベキューをしない。停電すると困るのがお料理。最近はオール電化も進んでおり人気になっていますね。じゃあそんな時はバーベキューグリルを家で炊いて、バーガーにベジタブルで嵐を吹き飛ばそう。めっちゃくちゃ危険です。ガスや練炭は換気が行き届いていない場所では燃やしてはなりません。グリルは外で使用しましょう。15、発電機を屋内で使用しない。ガソリン式の発電機があるお宅は停電しても大丈夫。しかし一酸化炭素が発生するので家の近くでは使用しない方が良いでしょう。ガレージに入れておく考えも大きな間違い。ガレージもやはり密閉空間で家に近い場所です。たとえ扉が開いていても危険です。安全に発電機を使用するため、家から6メートル以上離れた開けた場所に設置してください。テントや屋根などで雨や雪から守ることも忘れてはいけません。さあ、停電中にやってはいけないことのリストをご紹介しました。ちなみに停電中にすると良いことのリストもご紹介して終わりましょうか。ボードゲームを楽しみましょう。家で電気のないところで暇を潰すにはもってこいです。他の方法をご存知の方はコメント欄で教えてくださいね。不意の停電に襲われた場合は、車を使って携帯などの充電を行うこともできます。悪くなりそうな食材は冷蔵庫から順番に取り出し調理します。太陽電池式のライトを普段から庭に並べておくと便利です。停電になったら家の中へ持ち込み照明源として利用します。夜間使い切ったら翌日また外で充電しましょう。バッテリー式のラジオを1台置いておきましょう。携帯は長期の充電には耐えられませんが、ラジオがあればニュースや天候の最新情報を知ることができます。温暖な地域にいる場合はバッテリー式の扇風機が便利です。耐えられない暑さから守ってくれることでしょう。開いた窓をうまく利用し通気を良くしましょう。暖房が懸念となる地域にいる場合は
温める部屋を一部屋に絞ると良いでしょう。別手段の暖房を一つの部屋に用意し、その他の手段はシャットアウトします。何枚も重ね着をし、体温を守ります。今回新しいことを学べた方は、高評価とお友達への共有をお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。